これがポケモンだったら神獣を捕まえに行くっていう話になるんやけど、ああこれか神獣バルッタ、あそうか、あの巨大兵器って言うんだもんな、神獣っていうよりも新機械獣みたいな感じか。あ、パオーンって言うぐらいやからお、ゾウさんなんよね。ゾウさんが鼻から水を無限に吹き出してんだ。あ、はい。誰が何と言うとヌズリ聞いてくれ。よっ。こんなところにまで来たぞらか。お前に用はない。ムズリを聞いてくれ。お前に黙っていたことがある。本人を前にして言うのもなんだが、リンクこそミファー姉さんの思い人だったのだぞ。だよな、やっぱり俺はその頃まだ小さかったからわからなかったのだが、父上からは何度も姉上がリンクのことを思っていたという話を聞かされてきた。これは吐血物だな。そんな作り話を簡単に信じるムズリではございませぬ。ミファー様がこのようなハイリア人を思うわけがございませぬ。現にこやつは何も覚えておらぬのですぞ。このミファー様の像を見ても何も。本当だムズリ、お前は知らないんだろうが、モテモテですね。主人公ハーレム補正が完璧に来てる。なんだ、ここで思い出すんか。おお、これで思い出せるのか。こうしてると出会った頃のことを思い出すね。あなたはまだ子供で無茶してすぐに怪我をして、その度私はこうしてあなたを治してた。ハイリア人のあなたは気がついたら私よりも大人になっちゃってたけど、私あなたの傷を治してあげられるの嬉しかった。復活するかもっていう厄災ガノンはどんな相手なのか、どういう戦いになるのか詳しいことはまだわからない。でもどんなに過酷な戦いになったとしても、みんながあなたが傷ついてしまった時は私が治す。何度でもどんな怪我でも私はあなたを守りたいから。厄災ガノンとの戦いが終わったら、そうしたら子供の頃みたいにまたここへ遊びに来てくれる？ちょっと待て、今のはミファーさんが悪いぞ。フラグ立てまくりじゃんか。あんなのフラグ絶対フラグで死んじゃうよ。今の自分でフラグ立ててどうする。しかし可愛かったな、めちゃめちゃ可愛かった。俺もうちょっとミファーさんでいいかな。もうゼルダどうでもいいかな。ミファーの伝説にするわ今度から。どうしたリンク、大丈夫か。生まれたての稚魚みたいにフラフラと、どうしたずら。ミファー思い出した、今思い出したんですよ昔の話。2回目。バカにするな、ハイリア人。そんな都合よく思い出したりするわけないぞろ。とにかくこのムズリ、確たる証拠がなければ断じて信じぬぞ。証拠があるというなら見せてみるずら。証明できなければ
電気の矢を集める方法でも何でも教えてやるずら。できればか。なんと強情なやつだ。だが証拠ならあるぞ。リンク、さっき父親が渡したゾーラの鎧をムズリに見せてやるんだ。見せてやる。なんと言われようとこのムズリ、切ろってことね。はい、ちょっと待って。はい、着替えました。じゃあ、イベント始まった。やあムズリ、リンクの着ている服をよく見るんだぞ。服を変えてこようとわしはお前のことなど。それはさっきのゾーラの鎧。ミファー様ご自身が手ずから作られたもの。なんとサイズがぴったりだぞら。これはどういうことぞら。おう、これで分かっただろう。姉上の思い人が誰だったのか、誰のためにこの鎧を作ったのか、この鎧がリンクにぴったりなのが何よりの証拠だぞ。昔からハイリア人嫌いだったお前には言うなとミファー姉さんが口止めしていたそうだぞ。へい、さあ協力する約束だぞ。ムズリ、電気の矢はどうやったらたくさん手に入る。お前のことだ、もう調べてあるのだろう。ミファー様はこの者のために鎧を作っておられたと。じいちゃんの気持ちもわからなくはないよ。ハイリア人の助けを借りるのは嫌ぞらが仕方ありません。わしもゾーラの男、一度吐いた泡には責任を持ちますぞら。それ何なんそれ。電気の矢がたんまりと手に入る場所を教えましょうぞ。どこどこ、どこどこ、あそこに見える雷獣山。なんかルローニケンシンでそんなの聞いたことあるような気がするな。雷獣山やったかな。そしてその先端の試しの岬、その雷獣山には恐ろしい奴が住み着いてるぞら。わしらゾーラが食らえばひとたまりもない電気の矢を次々と放ってくる恐ろしい魔物。そうか、獣人ライネルか。かっこわ。あいつは電気の矢を使う魔物。奴から電気の矢を奪うということだな。凶暴だがリンクならなんとかなるだろう。真珠を沈めるには電気の矢が、そうさな、20本以上は必要ぞら。お前に集めることができるぞらか。今何本持ってるかな、3本ぐらいは持ってるよね。何言うんだムズリ、大丈夫に決まってる、よしリンク、早速行動開始だぞ。雷獣山には里の東の滝を登るのが近道だ。里の東の滝を登るのが近道、里の東ね。早速そのゾーラの鎧が役立つぞ。滝壺まで泳いで行って一気に滝登りだ。俺は神獣のいる東の貯水湖で待機する。電気の矢が20本以上集まったら来てくれ。任せろ。よし、協力して神獣に挑むぞ。なんだ、まだなんかあるのか。よし、技マシン滝登りをもらったから滝登りを覚えて、んで町の東にある滝を行けば一番の近道って言ってたな。そこに行くぜ。そういや、いろんなものを売りたいの忘れとった。この人でいいのかな、売るの。ご用でしょうか、売りたい。 お願いします。売りたいものたくさんあるんですよ。よし、オッケー。かなりのお金になったな。ついでにワープポイント作っとこうかな。作っとかんとかなり不便やしな。めちゃめちゃ歩いてきたわ。今回は押し出す力、根津ヨマの祠、根津ヨマの祠。毎回言いづらいな。さっと、うおー、いきなりなんか難易度が高そうな。これはマグネキャッチでいいのかな。いや、ダメだな、ビタロックか。なんだっけ、押す力って言ってたっけ。ああ、ビタロックだったらいけるか。でもあそこに弾をはめ込むところがあるな。まず弾を探さないか。弾、あ、宝箱あるじゃん。宝箱があそこにあるかな。宝箱もちゃんと回収したい。これ当たったらダメやろうね、このビーム。当たったらダメだよね、これだよねー。ってことはまあ普通にこっちから行くかいかな。危ない。これ食らったらどれぐらい食らうんだろう。とりあえず、うわわ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 わ
怖いなぁ。どんだけ出てくるんや、ここ、玉っころ。ちょっと待てよ。まず宝箱を回収したい。まずは宝箱。いけるかこれ。宝箱。あ、いけそう。いけそう、いけそう、いけそう。え、いけるか？いけるか？あ、いけたかな？あ、いけたかな？いけた、いけた、いけた、いけた。はい、回収、早速。なんだろう。ゾーラの槍。別にいらんかな。他のところ行こう。あの玉っころをあそこにはめればいいのか。じゃあ、あの玉っころをはめるために、どうしたらいいか。まずこれを、え？待てよ。まずどうやって押し出す？あ、はい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 。アイスメーカー。押し出す力って言ったな、そういや。アイスメーカーか、ここで活躍するのは。ここ後ろで押し出して、はい。まず押し出してみる。はい、なるほど、なるほど。こうやって持っていけばいいのかな、じゃあ。ちょっと待って。下から、はい。この辺でいいかな。はい、どうぞ。で、ぐるーっと回って、そいで、そいで。あ、待てよ。ここ。あー、遅かったかな。遅かったかな。はいね、うん、そうやってまっすぐ行っちゃうよね。だから、ここに、こうでいいのかな。ちょっと難しいな、これ。こんな感じかな。こんな感じ。よし。じゃあもう一回してこよう。上に乗っとるやんけ。怖さなんな。はい、カンカン。で、後ろから押すともう一回。はい、お願いします。あ、これも壊さないかんな。あー、落ちちゃう、落ちちゃう、落ちちゃう。で、これで、押し上げて。アイスメーカーって3つまでしか作れんかったよな。ちょっと待てよ。2個壊して。で、あそこからどっちに行く？まっすぐ行って、あの玉っころとぶつかるかな？あの玉っころとぶつかるかな？それとも同じ場所に行くかな？で、後ろのどのあたりに、ちょっと待て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 。ここに止まっといて。ここ止まっといて。ちょっと待っといてな。で、ここかー。なんかえらい微妙な位置にあるなー。だから、あそこ、ちょうど、こっちからじゃわかんねえぞ。タイミングよくせないかんか、もしかして。それともここに歯止めをかけといて、ここに歯止めをかけといて、これを上に上げると。これ上に上げる。さあどうだ。歯止めに引っかかる。んで、下から押し出せば完璧じゃないですか？これ届くのか？あ、届いた、届いた、届いた。どうですか、どうですか？オーケー、はまったー！完璧じゃないですか？てりりりりりりーん。今回簡単やったな。あ、なんで落ちてんのー！あれ、ムービー中も動いてんのかな、もしかして。毎回落ちないかんのか、俺。なんか毎回祠で落ちてるような気がするぞ。じゃあ行きましょう。ささっとクリアして次に行かないと。東にある滝って言ったな。パーン！ドリンデンテレレリーン。これで3つ目かな。あと1つ。さようなら。さあ、はい、クリアしてきました。ちゃんと王子の言いつけ通り、東にある滝壺のところから行かないといけないっていう話でしたよね。東にある滝、この上でいいのかな。どこだろう、東にある滝。なんか大きな橋が一応通ってるから、そっから行ってみようかな。なんだこれ、ゾーラの剣、かっこいいな。はい、ゾーラの盾、ゾーラの剣、一式揃えてみました。かっこいいですね。なんか中盤の剣って感じ。中盤の剣に中盤の盾。ドラクエで言うとどれ辺だろう、わかんないや。まあ行きましょう。滝壺って言ったな。あ、あれかな、あれを登っていったら早いのかな。ちょっとどうやって登るんやろうな。ちょっと怖いから一応こういうところに降りて、で、スタミナを確保しつつ試してみようかな。ここから降りりゃいいかな。はい、降りる。で、どうすりゃいいの、ここから登る。あ、登る。おお、おおおお、バタフライか。お、すごい、バタフライだ。おお、パッ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 、おお、パラセルが。オッケー、これすごいな。しかもスタミナも使わない。普通バタフライってめちゃめちゃスタミナ使うよな。俺、かっこつけて昔から得意な泳ぎ方はバタフライですって言ってるけど、誰がどう聞いても、誰がどうやってもバタフライなんか得意なわけないよな。そりゃ選手がさ、それだけを特化しとるんやったらまだわかるけど。待て、鎧来い。よし、オッケー。これ届くか。
やばい、まずい、ちょっと帰るか。あー、まずい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 、スタミナ持つか、ちょっと届くかどうか、厳しい、取る、はい、あー届れなかった、あーよかった、間に合った、溺れるところだった。もうあんな真ん中とかじゃなくてから端っこから行こう、かっこよさなんて考えてられん、行くぞ、はい、もうこんな端っこから行くぞ、端っこから、はい登る、あー結局真ん中に行くやん。意味ねー、お、すごいなこの先、どんだけでかい、 でかいなー、めちゃめちゃ登りよる、まだ登るか、どれぐらい登らないといけん、早いな結構、あ、これダムだ、着いたー、ついでに鳥さん、はい、鶏肉ゲット、ありがとうございます。さあ着きました、こっからどこに行けばいいかな、あ、印がついとったな確か、こっからじゃあこっちの方向かな、オッケー、はい、一発、オッケー、一発、いや、あと2発、ん、看板がある、この先度胸試しはほどほどに、わかりました、なんだろう度胸試しって、でもやれって言われて煽られるとやらないといけないような衝動に駆られるよ、ん、また電気の矢だ、ん、あ、ケンタウロスがおる、なんだこれ、あ、これが電気の矢か、あ、こいつがライダーさんか、うわ、バレた、バレん方がいいのかなこれ、電気の矢たくさんあるから、あいつでも倒したいよな、倒さなくてもいいのかな、倒せって言ってたよな、でも確かどうにか不意打ちで、やばい、待って、どうにか不意打ちで一発はいける、入れたい、えらいあいつ、よし、待てよ、今出たら絶対見つかるよな、攻撃力を上げて一気に行こうか、あるかな攻撃力を上げるやつ、え、あ、あったあったあった、あ、大丈夫、よし、行くぞ、乗れ乗れ乗れ乗るってなんだ、乗るって、いかん、つるつるつる、やばい、ま、乗るが気になる、なんだアローレインでもすんのかな、ちょ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 、アローレインなんてすんの、ちょっと待って、うわ死んだのか今、どこから飛んできてんのこれ、いった、え、予想以上に強い、こんなん勝てるん、危な、そうか下が水たまりだからダメだったのか、水たまりに入らないようにしないと、ちょ一回仕切り直させて、嫌な攻撃するやつやのあいつ、バレてんのかな、バレてるよな、いったー、やばい、予想以上に強い、ちょっと一回撤退しようか、仕切り直そう、見えてるあれ、あ、よし、オッケー、あ、なんだ、あ、あいつワープすんの、あんな敵勝てるのか、ワープするような、ボスクラスだろ絶対ワープするやつなんか、これさ鎧変えとかないとダメだよね、気づかれるよね今思ったけど、乗る、どう、手なずける、違う、どうすりゃいいのこれ、あ、切りまくれる、オッケー、今のでどうだ、全然食らってないぞ、もうガチしかないか、いった強すぎだろこいつ、やっば、なんだ今の威力、飯もっと作っときゃよかった、まだいきなりもうガチかよ、こいつ気づくの早いな、あー、いったー、今のも避けられんか、ちょっと待て、押し来た、はい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 、どれぐらい与えればいいんかな、もう一回来た、すごいな、でも全然食らってない、オッケー、おーすごい、俺うまいかも、1、2、3、
4。おし、来た、すごいな。1、2、3、4つ目。待てよ、せっかくのこのチャンス。おし、来た、うまい。1、2、3。目光ってんな、やばい。体勢これで半分ぐらいか。うーわー、調子に乗ったらこれだよ。もっと回復し、満タンじゃないとダメだよね。さあ来い。あの勢いつけるやつ痛いな。あー無理だなー。さっきうまいと思ったんだけどなー、錯覚だったかなー。おっとっとっと、うわ、タイミング取りづら。防御力アップいいね。あーダメなんだ。あーダメ、もっとギリギリか。オッケー、来た。結構避けやすいかなこいつ、もしかして判定が広いのかな。よし、オッケー。おお、来た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 。これ我ながらうまいぜ。しかし両手剣が壊れそう。壊れた、どうしよう。次の武器、今みたいな攻撃力の高い武器あったかな。20とかしかないぞ。何、いいのこれ。いや、避けないんや。ダッシュで受けるしかないか。よいしょ。ダメか。いや、剣装備してなかった。危ない。ダメか。お、来た。避けやすいな、やっぱり。1、2、3。攻撃力減ったからな、さっきより。どうだ、ダメか。盾まで刃ついてんぞこいつ。さあこいつ、あ、なにこれ。いやー、こ、切り攻撃以外にもあるんすね。獣人モード、早かったな。待て、どうだ、ダメか。来た、お、上手ですね僕ちゃん。もう壊れそうなの早くない？壊れた。ちょっと待って、パンチなんだけど装備してない、何も何も装備してないけどこれ出るんだ。何にしようかな。リザルナ、いや、ガーディアンソード使おう。あ、これでもいいんだ。いいねいいねいいね、いいダメージいいダメージ、オッケー、早い。来い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 。あーおー、今の当たっとったらまずかったな。どうだ、よし、ガーディアンナイフ食らえ。ビームサーベル、おし、あーダメ。どうだどうだ、よし来た。やっぱ避けやすいなこいつ。壊れた、マジ早くないか。くっそ、砕け散りやがった。てか俺はダッシュで、まだお前何発撃つの。2発かと思っとったのに、くっそー、裏切られた。返せ俺の気持ち。なんだ、え、それあり、え、それあり、待って、遠距離攻撃嘘だろ。しまった、これ食ったら防御力が危な。おい、まだやんの。ちょっと待って、ここ水やから。あー、最後のあの雷攻撃ないわ。どうだ、よし、これで終わったか。